時計は午後10時30分を回りました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。小室由里の夜サプリ、ここから30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けする、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒し所ヤクモアン、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社と、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。それでは今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。メールメッセージいただきました、ありがとうございます。妻の節取りさん、読みます。新年明けましておめでとうございます。インターネットで見かけて以来毎週楽しみに聞いています。突っ込んだ内容が多くて本当に勉強になりますね。これからも世間の波に負けず頑張ってください、というメッセージいただきました、ありがとうございます。本当に世間の波に負けず頑張っていきたいと思います。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。まあね、今突っ込んだ内容が多くて本当に勉強になる、突っ込んだ内容ばっかりやっていきたいはい、他の番組ではできないドドンと突っ込んだ内容をね、今年もお届けしていきたいなと思っております。まあ、かれこれこの夜サプリ、あそこだ、原宿にある空とには原宿からスタートして早5年が経とうとしております。パーソナリティ歴もね、私ももうすぐ5年になって、そろそろこうセミプロというところから脱却する時期、はい、時期にも入ってきたのかなと思うところがありまして、今日収録しているのが1月の3日なんですけど、明日ですね、実はフリーアナウンサーの方に少し話し方講座を習ってこようかな、なんて、話し方講座を受講してこようかな、なんて思っております。もしかしたら来週以降、小室由里の喋り方が何かどこか変わっているかもしれない。内容はそのままです、はい、内容は相変わらずカッティングエッジな、他の番組では聞けない内容をお届けするにしても、少しもうちょっとね、聞きやすい、はい、喋り方になっているかもしれない、もしかしたらそのままかもしれないですけどねまあこれはこれでね、小室由里的ならしい喋り方といえば喋り方なのかなと思うので、はい、この楽しさは残しつつ、小室由里らしさは残しつつ、もっともっとお耳に優しい、はい、眠らない程度の、なんかね、こういうある方からの感想で、小室さんの声は聞き心地が良くて眠くなりますねって、聞き心地はいいんですけど眠くなっちゃ困る、はい、この眠くならなさ加減も大事にして、はい、夜の番組なんでね、まあ、そのまま寝落ちしていただくのもいいんですけれども、はい、もっともっと皆様に、お、小室由里やるなと思っていただけるような、そんな番組を目指していきたいと思っております。改めまして、2021年本年もどうぞよろしくお願いいたします。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室由里的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション専門家小室由里が担当するラジオで聞くセミナーです。新春初回は熟年離婚についてお話ししていきたいと思います。どうぞ耳を傾けてください。リスナーの皆さんから寄せられた質問にお答えしていく、教えてゆり先生。今週は相手を独り占めしたいという女性からメッセージお預かりしております。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いもお届けしますよ。新春特別バージョン、えと別
2021年開運編お届けいたします。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。あなたの恋と愛にまつわるエピソードを教えてください。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ、 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。本年もたくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリロ。このコーナーは男女コミュニケーション専門家小室ゆりが担当するラジオで聞くセミナーです。コーナーの紹介でもお伝えいたしましたが、新春初回のテーマ、熟年離婚について取り上げてみたいと思います。おっと、耳が痛い方、いやいやうち関係ないよと思われている方も、10分後にはおやおやおやと思われるかもしれませんので、少し耳をお貸しいただければ幸いです。ということで、厚生労働省平成30年、これ2018年ですね、の人口動態統計月報年経の状況によると、全体の離婚件数というものは2017年度より減っているんだそうです。ですが同居年数が25年以上の熟年カップルの離婚件数というのは増えていると。じゃあどれぐらい数字で増えているのかというと、同居年数25年から30年未満のカップルの離婚件数は、前年度の2017年平成29年に比べて120件増加、30年から35年未満のカップルの離婚件数は72件増加、35年以上のカップルになると離婚件数はなんと一番多いですね、190件増加しているとなっていて、この数字だけ見ても熟年離婚増えているということが分かってきますよね。そこで男女問題に詳しい法律事務所ミッション野間口博史先生にお話を伺いましたところ、野間口先生こんなことをおっしゃっておられました。熟年夫婦離婚の原因の多くは夫のセックスが嫌だった、こんなご意見多いんだそうですよ。野間口先生によると、その夫のセックスが嫌だったという奥様の背景には、おそらくです、おそらくですけれども、AV による影響が過分にあると推測されておられる、こんなようなお話でした。うん、まあ、例えばこんなことだと思うんですよね。アダルトビデオの中で行われていた行為をそのまんまやっぱりリアルな夫婦生活、性生活に投影してしまう、かつそのね、そういう、まあ、周知プレイというんでしょうかね、そういう周知プレイに対して、どうだい気持ちいいだろみたいなことを言っちゃう感じはあると思うんですよね。野間口先生もそんなようなことを若干おっしゃっておられたんですけれども、うん、どうでしょうね、親って思った方まだここではいないかもしれないけどね。まあ、事実野間口先生おっしゃるには、熟年離婚でご相談に来られる、特に奥様からのご意見としては、夫のセックスが嫌なんですというお声を非常に聞くというようなお話もされておられました。うん、熟年になって、なんでこのタイミングでセックスが嫌だと奥様が言い出すのか、つまりは
我慢をし続けてきたっていうことなんでしょうね。野間口先生もそうなんだと思いますとおっしゃっておられたんですけれども、年代的なことで背景として考えると熟年と呼ばれる層、まあ、50代60代もしかしたら70代にも入るかもしれないんですけれども、女性の性というものが男性優位の性、女性は男性に従うものだ、女性の性というものは男性を喜ばせるために、ちょっと言い過ぎかもしれないですけどあえて言いますが、男性を喜ばせるために存在している性だと、そんなような捉え方をされてきた年代なのではないかなと思います。まあ、それがねこう AV なんかにも現れていて、 AV って主には男性が喜ぶもの、男性ユーザーに向けられたサービス内容として作られていますから、そこに女性が喜ぶ姿っていうのはあくまで男性が喜ぶ、男性が喜ぶ男性のための女性像なんですよね。それを認識しないまま熟年の男性たちはこれが女が喜ぶ姿なんだと勘違いをして、それをそのまんまリアルな世界に投影してしまうと、こういうことが起こるんだろうなと、私もそれはすごく納得しましたね。じゃあもうちょっと下の世代、私たち40代下の30代ぐらいはどうなのかなって思うと、女性がまだ少ないですよ、まだ少ないですけど、女性が男性のセックス、男性の性に対してノーと言えるようになったきっかけを作ったのがこの30代40代の世代になってくるんじゃないかななんて思いますね。例えばフラワーデモ運動ですとか、年代関係ないですけれどもね、でそういうところに、ああそういう、こう女性のね意識の改革って大事だよねって賛同してくれる男性の年代が多いのってここの30代40代だと思うんです。応援してくれるのもね、どうしてもその上の世代になるとセクハラ問題もそうなんですけど、なかなかこう受け取りづらいというか、本当に言葉を、歯に布着せぬ言い方をすればですよ、女のくせに出しゃばってきやがってというようなお声も聞かれるのではないかなと思いますね。さてそんな熟年夫婦の離婚、こんなような特徴がある方は気をつけてくださいと、2018年12月29日今すぐできる素敵な暮らしのアイデアが満載サンキューのウェブサイトからこんな記事が載っていました。熟年離婚予備軍の特徴、子供の手が離れたらといつも考えている。どうですかね。ロボット会話で会話をしている。これはこう言葉で表現しない、まるでプログラミングされたようなもう決まりきった定型文テンプレートで話している、こんなようなご夫婦と、これね8つぐらいこう予備軍の特徴が書いてあるんですけれども、その6番目に書いてありました。半年以上セックスがない。サンキューさんによれば、夫妻は家族の一員で子供を育てる同士と捉えるのは悪いことではありませんが、それがずっと続いてしまうのはいかがなものでしょうか。自分がしたくないから夫妻もそう思っているはずというのは大いなる勘違いです。セックスはスキンシップの完成形、スキンシップなくして夫婦生活を続けるのは困難ですというようなことが書いてあります。セックスはスキンシップの完成形。まあね、道理的に言えば夫婦という契約を結んだら、ね、契約した以外の方と性的交渉を持ってはいけないというのが日本のルールです。だけども今ねこのご時世、夫婦という関係性は持ちつつも性、セックスはそれ以外の、つまり婚外でお互いに、ここ大事です、お互いに
満たしてくる。で、外でそういう性、自分の性を満たす、自分の性を認識してもらう、自分は女性であると、自分は男性であるというところを満たしてもらって、また夫婦という共同生活に戻っていくなんていう形の人もかなり増えている、というかすごいいっぱいいるあえて今すごいいっぱいいる、はい、そんな、はい、相談がいっぱい来ますそんないっぱいがそんな、はい、来るんですけどね。なので熟年離婚ピンと来られた方、おやと思われた方、ちょっと調べてみてください。8つほどサンキューさんの方に載っています。その6つ目に半年以上セックスがない書かれています。お気をつけください。とはいえね、じゃあどうして今までじゃあ3年5年10年セックスレスだったのにいきなりどうしたらいいのというところで、やはりこれもこの熟年離婚予備軍の5番目に書いてあります、休日のお出かけでは手をつながない、ここからスタートするというのが専門家的にはおすすめです。これね、あの 毎月4週目にミニコーナー担当してくださっている子宝鍼灸師の市毛真也先生もおっしゃっていたんですけれども、手首からはオキシトシン、安心ホルモン、信頼ホルモンというものが発生しやすいんだというようなお話されてましたが、手をつなぐことで忘れていたスキンシップをリスタートすることが可能です。手が難しかったらもうちょっと肌の触れ合いが軽いところ、例えば肩のスキンシップですとか、じゃああえて肩を触れるのもちょっと気恥ずかしいのであれば、何か理由を作って肩揉んであげるよとか、マッサージしてあげるよ、何でもいいと思うんです。とにかくそこはご自身が動かないとスキンシップもできない、強いてはセックスレスの解消にもつながらない、時間はかかるかもしれませんけどね。さてこれを聞いてくださったそこのあなた、熟年離婚、考える考えない、さどっちでしょうか。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ、沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。教えてゆり先生。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた様々な質問にお答えしていくというコーナーです。 M さんからいただきました、ありがとうございます。読みます。相手のことを独り占めしたいと思うのはおかしなことでしょうか。私は主人が女性はおろか、男友達と遊びに行くことにも嫉妬してしまいます。主人にはいつも俺は信用されていないと怒られますが、主人を信用していないのではなく、私を一番に考えていてほしいのだと思います、というメッセージいただきました。ありがとうございます。真摯にお答えをさせていただきたいと思います。相手のことを独り占めしたいと思うのはおかしなことか、
これ自体はおかしなことではないと私も思います。誰しも独占欲というのはみんな同じように持っていて、もちろんその度合いとかね、濃さは違うけれども、必ず持っているもの、独占欲なので、これを M さんが認識されている、私は独占欲があるんだと認識されているのはとても素晴らしいことだと思います。ただその独占欲を同じ程度に相手に求めていいかというと、これ少し問題が変わってくるかなと。夫婦というね、関係値にあったとしても、やっぱりご主人はご主人の時間、ご主人の人生を歩んでいて、 M さんは M さんの時間、 M さんの人生を歩んでいる。その中で共同の時間、共有の時間が多い関係性が夫婦だと思うんですね。全部が全部 M さんのためにご主人が時間を避けるかといったら、そんなことはないし、 M さんがご主人のことを独り占めしていいか、私のことだけ考えててっていうのは、これはちょっとね、問題がすり替わってくるかなと思いますね。もう一つ気になるのが、相手を独り占めしたい、これって何かの承認の表れ、承認欲求の表れだと思うんです。自分を一番に考えていてほしい、あなたが一番だよ、 M さんが一番だよと言われることで、どこか安心している自分っていうのがいませんかね。もしかしたらご自身が自分のことを、 M さんがね、自分のことを自分で認めてあげられていないのではないかなということも少し懸念されます。一回振り返って考えてみていただきたいなと思います。 M さんはご自身のことをご自身で満たしてあげられていますか。一つ考えてみてください。さらに深い悩みを解決したい方は、エキサイトお悩み相談へお問い合わせください。インターネット検索、エキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いさ、大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週は新春特別バージョン、エト別2021年開運編お届けいたします。それでは参ります。ネズミ年のあなた、思い立ったらすぐに行動しましょう。二人のチューには勢いも必要ですよ。牛年のあなた、当たり年のこの一年、牛年だけにパートナーをぎゅーっと抱きしめて。虎年のあなた、ズームでおしゃべりをしましょう。恥ずかしがらずにセクシーポーズも虎ないとね。うさぎ年のあなた、免疫力を上げましょう。旬のうなぎを食べて精をつけてね。辰年のあなた、趣味に没頭しましょう。恋人とのセクシーな時間は、時間があっという間に経つでしょう。蛇年のあなた、おいしいものを食べましょう。食後にはデザート代わりのヘビーなキス忘れないで。馬年のあなた、今年は恋愛運が好調です。ベッドの上でも馬が合いそうですよ。羊年のあなた、書き初めをしましょう。毛筆の文字に気持ちを込めて書きましょう。猿年のあなた、一年の計画を立てましょう。
今までの弱い気持ちも去るでしょう。犬年のあなた、一緒にお風呂に入りましょう。服をお互い脱いで温まりましょう。イノシシ年のあなた、勢いが大事な一年です。大切なあの人にドーンとちょっとつ盲信しちゃいましょう。大阪の占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪薬毛漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。1月17日は小室ゆりの講話、お聞きになってみませんか。横浜西区倫理法人会様にて、次世代につなげる男女コミュニケーション、人生をかけた私の使命、こんなようなタイトルで30分間講話させていただくことになりました。時間は6時30分からです。リアル開催です。会場は横浜市西区にありますラーメイズという飲食店さんで行われます。お問い合わせはインターネット検索、横浜西区倫理法人会様へお願いいたします。参加費は無料となっております。24時間プロのカウンセラーに電話相談ができますエキサイトお悩み相談室。誰にも言えない性の悩み抱えてしまったら、そっとお電話かけてきてください。インターネット検索、エキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談でお待ちしております。またライブ配信アプリ17ライブでは、毎朝8時そして23時から定期的に配信しております。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、占い癒しところ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食券の提供でお届けいたしました。この後はウーマクーでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、2021年の抱負聞かせてください。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。指輪や宝石は贈り物ではない、唯一の贈り物は汝自身の一部を贈ることだ。アメリカの思想家エマーソンの名言です。形ではないもの、それが本当の贈り物なのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から